はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きからやっていきたいと思います。あと塔1個だけですね。北の塔に向かってこのまま進んでいきたいと思います。こっちかな。まあ例によってノーエンカウントアクティブクロークは使ってあるんでサクサク進んでいく感じですね。お、右の方に見えるけどまた遠回りかな、これは。うん、宝箱。だいたい回り道させられますからね。ん、どっちだ。あそこにモヤモヤしたのが見えるけど、こっちから行けるか。お、いたっぽい。お、あれターン X っぽくないっすか。じゃあちょっと行きましょう。あそこにいるのはターン X だ。塔に行くにはあいつを倒さなきゃならないようだな。このまま一気に仕掛ける。よし、行こう。ほう、ヒーローどもか、ここまで来るとは。ターン X、 演習の邪魔をしに来たのか。演習？リジェスの計画には精鋭部隊が必要になる。そのための準備をしているのだ。うわあ、太郎さん。塔の周辺は闇のエネルギーの影響下にある。演習をするには最適なフィールドなのだ。くわ、ん？でもこの程度なら。ふっ、なぜだ。うわあ、おっと、ターン X、 なぜ本気で戦わない。これまでもそうだ、お前はいつも。ははは、やっと気づいたようだな。教えてやろう。小生は貴様らのデータを集めていたのだよ。この体の内に眠る未知なる力の発動を促すためにな。どういうことだ。身をもって知らせてやろう。例えばこの右手、シャイニングフィンガーという力が秘められていた。シャイニングフィンガー、まるでゴッドの必殺技のような名前だ。ならば味わってみるがいい。シャイニングフィンガー、ガー。ははは、どうした。まだまだこれからだぞ小僧。うわ、これ以上は。動きを封じてやる。差し違えてでも。お、これは、はっはっは。何がおかしい。データだけではないようだ。貴様らのエネルギーも吸い取っている。すごい、すごいよ、黒歴史の力。分かっているのか、ヒーローども。月光町である。うわぁ。なんだ、この光は。これは、月光町です。そうだ、これが地球の歴史を黒く塗り替えた光だ。今までの時代は間違っていたのだ。すべてを破壊し新しい時代を始める。いかん、耐えきれん、聞こう。はあ、はあ、逃げるのか。そうはさせんぞ。こっちに向かってくるぞ。どうすんだ。月光町には月光町で対抗するしかありません。だがどうやって。僕にも月光町の力が秘められているんです。それを解放すれば。なんだって、できるのか。ターン X に触発されて力が目覚めたようです。だがなぜ。僕とターン X は兄弟のようなものです。だからあいつを止めるのは僕の使命です。わかった。何をこそこそやっている。かつて地球の文明を葬り去ったように貴様らも塵に返してやる。そんなことさせるものか。僕はお前を倒す。それでいい。その闘争本能だ。うわー、戦いを純粋に楽しむ者こそ自分を捨てて戦える者には。おのーれー。
か。なあ、今です。一斉に攻撃を。ああ、やるぞ。これで戦闘か。おお、ターン X。ターン X、スタンしねえかな。オールレンジ攻撃。痛い。いや、マジかよ。いきなりやばい。自分を回復しよう、これは。やばい、ギガライフとか、あんまり手持ちがない。こいつはちょっと、ひるんでるからな。打撃を警戒している。うたー、死んだ、結局。でも、なんだかんだで回復できた。ガンマンガンマン。スタンしろ、スタン。打撃を警戒している。おー、やばい。警戒されてるものだと、あんまり減らないな。アストラで。こいつだな。打撃の警戒が多い。やばいな、もう結構ピンチだぞ。回復、ヒールレイン2。痛い。うん、もうこれは負けらないね。ってことは、もう普通に行こう。ビームサーベル。アストラで、こっちだな。こいつはちょっともう回復。おい、痛い。ネガティブかよ、マジかよ。ネガティブってそもそも何の効果だっけ？そこからしてわからん。バンドライフキット。いっけー。うわー、とりあえず2ターン使おう。ライザーソード結構調である。こいつは回復。よーし、9300。痛い、切るんだ。ターン A コンボでいいか。こいつはひるんでるからな。お、斬撃を警戒されてしまった。いってネガティブー。カード。ここはアストラを使おう。いいてー。15とか言ってネガティブすぎだろう。カード。万能ライフキット。こいつちょっと一応ダブルアクション打ってこう。これが回復ガンダムだ。よーし、諦めるか。結局発動した。連続行動。さあどうする。このまま一回攻撃するか。こいつはアストラで自分一応ヒールレインを打っとこう。いや、メテオで上げよう、ラッシュゲージを。痛い、死ぬなよ。よし、これで決める。
決める、決めます。ライザーソード、ターゲコンボ、シューティングビーム、こいつは2回いけるからマキシマムドライブコンボを2回打とう。よーし、よーし、4000、弱い。 OK、 まあそこそこか。レベルアップ、ターン X。 ガーン、はあ、はあ、やりました。よし、塔を破壊するぞ。ヒーローたちは塔の基部にある装置の回路を破壊した。よし、エネルギー波は止まったぞ。見ろ、リジスコアか。リジスコアはゆっくりと降下していった。おお、落っこってきた。やったか。エネルギーの供給が止まり力が弱まったか。とにかく突入するなら今だ。すぐに最短跡へ向かうぞ。突入リジェスコア、このまま帰る感じか。サクッと帰りますか。まだノーエンカウントは続いてるんで、なんか一回回復したい気もするけどな。帰ろう。アイテムラボでちょっといろいろ使ったから、ギガライフキット3つくらい、大復活キット2つ、うん、こんなもんかな。万能キットっていうか万能ライフキットが欲しいからな。そうだな。よし、じゃあこのまま行きましょう。また中継さん、敵が1回出るかな、このタイミングだと。出なかった。調べる。リジェスコアだ。はっ、いよいよか。その圧倒的な闇の力にヒーローたちは思わず足をすくませた。何をしている、ここまで来てビビるやつがあるか。ああ、分かってる、行くぞ。ヒーローたちは意を決しリジェスコアへ突入しようとした。しかし、バシュー、うわー、なんだ、凄まじい闇の力だ。闇の結界に阻まれたな。誰だ。君たちではリジェスに触れることはできないのだよ。サジタリウス、塔を破壊しリジェスコアを最大に引き戻すとは考えたな。だがそのおかげで私はリジェスコアに楽に入れる。なんだと。サジタリウスノバはリジェスコアに歩み寄るとゆっくりと手を差し伸ばした。さあリジェスよ、私を受け入れるのだ。バシュー、うはー、弾かれてんじゃん結局。なぜだ。私はリジェスに選ばれし者だぞ。なぜ私を拒む。ふふふ、ははは。サジタリウス、君の役目はもう終わったのだ。シナンジュ、どういうことだ。すべてには役割があるということさ。君の集めたスイッチのおかげでリジェスはコズミックエナジーをも手中にできた。まさかホロスコープスイッチを取り込むのが目的だったのか。ああ、宇宙を融合するにはコズミックエナジーを制御する力が不可欠だからな。いつからだ、いつから私を欺いていたんだ。最初からさ、君が声を聞いた時にはもう決まっていたことだ。もっともハザード現象のせいで少し遠回りしてしまったが、声さえも貴様が。ならばシナンジュ、お前の役割は何だというのだ。私は自分を器だと規定している。
リジスの意思を受け止める器だ。器？ただの器？だが見方によればリジェスそのものだとも言える。お前がリジェスそのもの。時は来た。キューブを地球にぶつけ、圧倒的な絶望の力で連鎖的にキューブ現象を誘発する。宇宙融合の始まりだ。シナンジュはリジェスコアの中に姿を消した。シナンジュ、リジェスコアに。めっちゃ絶望してる。そういうわけではない。うわー、リジェスコアから放たれた凄まじい闇の波動はサジタリウスもろともヒーローたちを吹き飛ばした。くみんな大丈夫か。ああ、ここまで来たってのにこのまま引き下がれるか。アンク、リジェスを滅ぼすにはシナンジュを倒すしかないようだな。だがそのためにはリジェスコアを守る闇の結界を破らなければ。ちダメだ、広場全体が闇の力に覆われてやがる。これじゃ近寄ることもできない。バリ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 。キューブ全体で闇の力が増しているのか。ピピー、拠点からだ。こちら光、応答せよ。どうした、他のキューブが移動を開始したようだ。なんだって、早速始めやがったか。そちらの状況は。リジェスコアが闇の結界に守られていて侵入できない。どういうことだ。詳しく説明している時間はない。とにかく何とかして中へ入らなければ。くっ、どうやってリジェスを止めりゃいいんだ。一つ方法があるぞ。サジタリウス、方法があるって。ああ、だが非常に危険な方法だ。しかも仲間との絶対の絆がいる。何でもいい、教えてくれ。各キューブの中枢にはキューブコアという闇のエネルギー体が発生しているはずだ。それがキューブを動かしている原動力であり、リジェスからの命令を受ける受信装置でもある。なるほど、マウンテンキューブで確認された例のエネルギー体のことだな。もう知っていたか。正義の心を持つ者がそのコアに接触し、自らの体を媒介にする。もし真に正しきものであればリジェスからの命令を遮断し、闇は光に、邪は正へと反転し、キューブの力を操ることができる。その力をリジェスコアに向けて照射するのだ。6つのキューブの力が合わさったとき、闇の結界は解かれるはずだ。本当か。ただし自らの肉体を媒体にするということは当然苦痛を伴うし、命の保証もできない。しかも6人が1人でもかければバランスが崩れ失敗に終わる。大丈夫だ、俺たちはそんなやわじゃない。そうか、仲間を信じ耐え抜いたならばリジェスコアへの道が開けるだろう。やるしかない。話は全部聞いた、すぐに各キューブの仲間に伝える。頼んだぞ光。え、誰が媒介役になるの。激しくなってきやがった。闇の力がますます増大している。ここは危険だ、早く行け。サジタリウス、一つだけ聞かせてくれ。なぜあなたはその方法を取らなかったんだ。ふ、この私に信じられる友などいると思うか。悲しいこと言うな。もしもっと早く理解し合えていればあなたとも一緒に戦えたかもしれない。その時、ギャーン、うわー、激しい稲妻がサジタリウスの場を貫いた。サジタリウス、わ、私のことはいい、行け、行くんだ。お前たちは仲間を信じることができる。ズバーン、う、これ以上はやばいだろ、引くぞ。おお、ヘブンズソード、ヘルガデム、
おどおビートスター、なんかいろいろ復活してるな。エキサイティング、身がキモい。ヒーローたちは体制を立て直すために拠点へと戻った。各キューブの仲間からは次々と状況を伝える通信が入っていた。光、あったのか。エネルギー体を発見した。キューブコアって言うんでしょ。おう、それにしてもすげえ闇の力だ。こいつで間違いないんだろうな、光。よくやった、ピースト。マウンテンキューブの様子はどうです。ミルシャから映像回線が来ているぞ。おお、ボルジャーノン隊長、これか、キューブコアっていうのは。よし、俺が媒介になる。この体を貸そう。マジでお前無理そうなんだけど。バカ野郎、こういうのは隊長がやるって決まってんだよ。お前も無理そうだよ。ボルジャーノン隊長はフラットを押しのけてキューブコアにその身を投じた。ガーッ、やりましたぜ隊長。闇の力が光の力に反転した。ああ、だがこれはきついぞ。どれだけ耐えられるか。ボルジャーノン頑張ってんな、旧型のくせに。皆さん、少しの間お願いします。こちらウィンドキューブ、スタンバイ完了だ。アクセル、大丈夫か。苦しくねえか。く、俺に質問をするな。ああ、いつものお前だ。安心したぜ。なんと、闇の力が光の力になった。その声はセブン、体は大丈夫ですか。キューブコアに入っているのはアストラだ。そうですか、アストラ、聞こえるか。兄さん、大丈夫です。僕に任せておいてください。グレンたちはどうしたんだ。よう、ゼロちゃん、準備 OK だぜ。もう焼き鳥がキューブコアに入ってる。何度も言わせるな、焼き鳥ではない。元気そうだな。ただ少し前から強力な敵の出現が増えています。大丈夫か。僕に任せておけ、兄さんは守ってみせる。鋼鉄のジャン兄弟、頼んだぜ。ウィズダムキューブはどうだ。ノーベルガンダムが言っているが、呼びかけてみよう。だが音声が乱れている。どうした。敵が多くてキューブコアにたどり着けない。戦闘中か。よし、助けに行こうぜ。ダメだ、お前たちにはリジェスを倒す使命がある。けど放っておくわけにはいかねえだろう。俺が行こう。イービルティガー、ウィズダムキューブなら俺もよく知っている。やってくれるか。仲間だろ、信じてくれ。わかった、頼んだぞ。いよいよだな。ウィズダムキューブのスタンバイができ次第作戦を決行する。ヒーロー隊は準備を整え祭壇の広場へ向かうんだ。時間はないぞ、急げ。了解。ライジングガンダム、欠片の状態はどうだ。力はある程度まで弱まったけど、その後は不安定ね。リジェスに影響されているのかもしれんな。慎重に監視を続けてくれ。結界を打ち破れ。はい、というところで、まあみんな頑張ってるみたいなんで、結界を打ち破って、まあリジェスコアの中に突入するっていうのを、まあ多分次回やっていくと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。